遊び大全51。今日はクロノワールで遊んでいこうと思います。いや、オセロでいい、オセロで、オセロで。はいはい。リリリリ、得意リバーシって書いてあったけど、いや、オセロなんかね、やんないね。いや、俺、5回連続ぐらいで打つね、このオセロ。オセロのこの相手の動き真似すんの好き。うん。オセロじゃないよ、リバーシだよ。出たな。お、これじゃあ棒一本作るわ、ここに長い棒を立てて、じゃあ、そう阻止するわ。じゃあそれを、うん、どうした。やるじゃん。オセロとリバーシの違いって何なんだろう。あら、えい、いや、全然余裕だし、えい、あ、全然余裕だし、えい、あ、全然怖くないし、お前なんか、あ、全然怖くないし、商標どうしよっか。は、全然勝てる、余裕だけど余裕の人いるな。おお、お、全然怖くないし。おお、は、はなんかお前少なくない、細胞が。全然怖くない、お前なんか細胞足りてないって。もう野菜ジュースとか飲んだ方がいいよ。は、全然余裕だけど、は全然平気だし。マジ、俺大丈夫それ。終わりがお前を呼んでるよ。本当。パス。あれ、終わりがやってきたんだけど、唐突に。やばい。唐突に終わりがやってきた。そこを置きたい意思を伝えてくるな。ここしか置けなくない？うわ、やばい。終わりが訪れる。呼んでる、お前、世界の終わりがお前を。深淵が。オッケーオッケーオッケー。深淵が俺を呼んでるな、これ。えい、えい、やばい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 、何かが起きてるよ。あーあああ、世界がお前を待ってる。パス、いや、パスったんだけど。ああ負けあの、典型的にオセロ弱いタイプ。あ、何その言い草は。もう一度だ、お前お前いいんだな、じゃあ今のだって。あ、お前じゃあいいんだな。やるよ俺も。俺もじゃあ。あ、ごめん、先ここ使っちゃうよ、ブレインの。来た、電卓。じゃあ僕も上下。解放するよ。上下使うわ。
だから、この、この手のかけるこうってくんねえかな、こいつ。だから、よし君、弱いねまだやってないんだよな、もう。この一本の棒を立てるわ。やったんじゃねえ、これ。マイクラだと弓作れそうな雰囲気。やったんじゃねえ、これ。奇抜な形のオセロだな。これはもどうブレイン。いや今ちょっと電卓を長いんだよなこいつなるほど。あー面白い。お前センサーあるの面白い置き方する。君、負けです。あー、面白い。実に面白い置き方をするな。興味深い。あれ、何か始まっているこれ。いや、面白い。うわ、やば。何か始まってるって、これは。やべ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 、端っこ取られ尽くしてるよ興味深いなこれおけねえんだよそこには。おいおけないの、わがまま言わないの。あ、追われたわ。バグってんだこのゲーム。たまにバグることもあるよ。それはゲームなんだから許したってや。なになになに、ちょちょちょ、な、何か起きてる、何か起きてる。今なんかこっそりしようとしたでしょ。なんか起きてるよ。なんか外堀埋められてんだけど。パス。いや早パス。いいわ。何このオセロってどういうこと。これ何ですかこのゲームは。ほらオセロっていうゲームですね。トゥルントゥルンしないの。なんだなんだなんだ。お前さ、お前さ、どうした？お？どうした？やったなお前。とうとう、キッキだよお前それは。罪に問われるよお前。あ、俺ポケモンの時間だからごめんこんなあのガキのね遊びに付き合って暇ねえんだわ。白と黒の世界だなんてかわいそうだね。俺はもっといろんな色の世界を見てるけどね。2つの目で2つの色しか見れないなんて。7色以上、色は無限大今は所詮2択の人間だよということで、俺は今伝説の3択目ポケットモンスターを選ぶことができた。この柔軟さが足りてないよねちょっと口調リーバルみたいだし。で俺の勝ちということで、人生観的にも長い目で見てね、
こう今日のこの遊び体験だけじゃなくて、まあ、人生 の, その豊かさを見て、うん、俺の勝ちということで。外役ポケキッズなんだけどこいつ。